ております。我々、まあ、さっきですね、市民参加という言葉を伊沢さんがおちょくるように私も言いましたけど、これは非常に大事なことなんです。ただその市民とは何か、まあ、要するにシチズンシップとは何かということですよね。でさらにそれが国籍とどういう関係を持っているのか、我々はそのいわゆる永住外国人の問題なども含めてですね、この問題を十分に戦後75年間解決してこなかったということもあるわけです。でこういったことが積み重なって今こういう問題になってきているわけですね。だからこう例えば憲法の96条かなんかで、住民とかいう定義がありますよね。あるいはこう93条にあの住民投票、住民の投票という言葉がありますよね。あれには住民という言葉は書いてないんですけど、一般投票なんて英語で言う、英語ですよ、ポピュラーボートとかで、セベラルコミュニティとか書いてあるんですね。だから共同体における一般投票としか書いてないんですよ。日本国憲法を解釈するときは日本語ではなくて英語で解釈しなければいけませんからね。あるいはだからですからそれはこうですからそもそもあそこ住民という言葉はこうないんです。でだから住民があって国民と違うとかいろんなことを言い出す人がいるわけですよね。さらに言うとこれね、我々、15条でしたっけ、国民云々という言葉がありますね。参政権は国民のみにというくだりがありますけど、あの国民の定義についてにもですね、神戸大学の浦部なんとかさんという名誉教授はですね、いわゆる国籍を有する日本人ではなくて日本国に住んでる人、外国人も含めてそうなんだということは憲法上容認できるという学説を、私からするととんでも学説だと思いますけど、そんな人もいるわけです。そういった延長線上がここで今の話になってくるわけですね。だからこれ、まあそのまあこういう話をしてまた長くなりそうなんで、もう時間もないので、あとこう私の ご託はともかくとしてですね、ぜひですね、こう我こそはこの問題について 今までの話を聞いて、我こそはこう意見を申し述べたいという方がいればですね、ぜひ、ご挙手をしてご発言いただきたいと思います。あ、またお願いします。ちょっともう一回手を挙げて、あ、じゃあまずそちらの、はい、奥の方から、で次そのそちらの前の方へ行きますので、武蔵野市民なんですけども、私がこの問題に関心を持ったのは、平成24年頃なんですね。で、今やっぱり自治基本条例が先か参政権が後か先かという問題がありましたけれども、武蔵野市のこの計画というのは自治基本条例各市から始まっています。要するにどういうことかというと、平成24年3月に武蔵野市民活動促進基本計画、これがの策定が完了しているんですね。で、これはあくまで計画、策定された計画に過ぎないんで、なんか良さそうな言葉を並べてるんですよね。でそこでこの基本計画の中でこの策定の目的が何かということが明確に言われていまして、市民共同参画、これの達成なんですよね。要するにここで気をつけなければいけない言葉は市民という言葉ですね。それが何かという、だから共同という言葉です。共同というのは共同経営とかじゃなくて、何ですかね、協力して働く共同。この言葉がこの、策定された基本計画の中で何回使われていると思いますか。431回。この共同というのが目標なんですよ。それに誰を参画させるかっていうのが裏でずっと水面下でつながっていて、で自治基本条例を作ろうとしてた。自治基本条例という言葉は使われてないんです。だから共同で、以降私も武蔵野市ちょっと離れたりしてまして、その後どうなって
だからこの市民というのに頭にプロをつければ一番わかりやすいと思うんですよ。一般の市民はそんな暇ないですから、いろんな場面でどん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 参加してじわじわ食い込んでくるわけですね。その人たちの意見が主流になって、今最終段階 の、 地方参政権、そこまで行こうとしているというのが本当のところだと思います。要するにちょっと待って、自治基本条例というのが自民党で、パンフが作られましたけど、そこでされた警告が今や実現しようとしているということだと思います。私が今この仕上げで、その時に平成25年当時に私が一番問題だなと思ったのが、これがなんていうかな、プロジェクトチームで検討してこの基本計画の策定されてるんですけども、その座長が要するに自治労の研究機関 の、 主要な人間、それが座長になってるんですよ。座長いいですか。自治労っていうのは自治基本計画松下圭一から来ている、そういう仕組みを全国に広げようとしている、そのなんていうか政策もう実施機関 の、 人間が武蔵野市 の、 こういう長期のこれからどういう地方行政進めようかというやつのトップに座って、この計画が練り上げられて、でそういう争点を隠して基本計画が出来上がって、私も随分自民党の議員なんかにちょっと直接は対面じゃないですけども働きかけたりしたんですが、 今ついにこういう状況になっているというふうに思います。これちょっと質問でもなんでもないですが、ちょっと私が今まで関わった中で急にこういう今日午前中にこのことを聞いてちょっとどっから駆けつけたのは、そういう事情ちょっと私も知ってるので、ついにここまでやられたかということで、ありがとうございます。また詳しい話をお聞かせいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。またよろしくそういうことにさせていただきたいと思います。またちょっと後でお名刺をお渡ししますので、よろしくお願いいたします。あと、もう一人お手を挙げておられた方、お願いいたします。先生、ちょっと私、隣の市のものなんですけれども、この問題に非常に関心が高くて、本日は勉強のために参りました。で、私が一つ知りたいのは、武蔵野市の基本条例を見たときに、第19条に、この住民投票の結果に対して、市および議会はその結果を尊重するという記載がある。で、この記載にはどのくらいの拘束力があるのかというところが実は私が最もわからないところでございました。だから仮にこの住民、投票が決まりました、4分の1の発議でその住民投票が行います。で、例えば次に投票が選挙が行われて反対する議員が大半、市長も選べました、例えば保守系の方に選ばれましたとなったときに、この法案を改正しようというふうに発言したときに、4分の1の方々が集まって住民投票を行いました、否決をしましたとなったときに、その尊重というのはどこまで、どちらが優先されるのかというのは、これはどういう形になると理解するぐらいのこと、この点だけはちょっと知りたかったのでご質問させていただきました。基本的にはですね、尊重っていうのは尊重ですから、法律的な拘束力というのはゼロなんですよ。全くゼロです。だから、その時の、首長がですね、このものを聞くもんかと言ったらそれで終わりなんですね。ただそれではその首長は次の選挙で落っこっちゃいますから、見え目ですからね。それはできないので、実質的な法的な拘束力を有しているわけです。それが問題なんですね。これはもうしょうがないんです。要するに新聞に、ね、住民の意思を
首長が無視したと、ね、裏切りだというふうに書き立てられますでしょ。そしたら選挙勝てませんから、これはいい諾諾として従わざるを得ないんですよ。でいい例がですね、秋田県の県知事です佐竹さんって人がいるんですけど、この人なかなか立派な人で、国は国、自治体は自治体、県は県、県は県の決めること以上に口なんか出さない、外交国防は国の専管事項だから一切口を出しません、国の言うことに従いますというふうに日頃言ってたんですよ。さすがお殿様の子孫だなと思ってたら、イージス・アショアってのがあってですね、あれでですね、結局世論がわーって騒いだったらですね、結局最終的にやっぱり票ですよね。結局イージス・アショアはですねできなくなっちゃったじゃないですか。あれで偉い国防は影響を受けてるらしいですよ。なんか船を新しく作らなきゃいけないんで金かかるし、どうなことだ。だからもうその悲しいからですね。でもそういうイージス・アショアは危ないとかですね、原発は危ないとかですね、そういう世論に、愚民の世論にですね従わざるを得ないのが現実なのかなというふうに思います。それとですね、先ほどこの条例をやっぱりやめたというふうに言えないのかっていうのがありましたけど、石垣市ではですねこの条例をやめませんけども、住民投票条項を外しました。それから市民の定義も変えました。実質的な骨抜きにしました、今年の6月の議会でね。でこれは別に住民投票いらないんです。これは条例ですから議会の決議でできるんです。石垣市は11対10でギリギリだったんですけども、そういうことができたんですね。一応申し上げておきます。はい、ありがとうございます。他に、あ、どうぞ、いっぱい上がってきた時間何時まで、もうあれですよね、あと10分ぐらい、あともう10分待ちたいと思います。10分伸ばしたいと思いますが、お一人一つご質問あればですねお願いいたします。武蔵野市の住民ではないんですけれども、今日ちょっともうこれは大変なことだと思って参加させていただきました。皆さんまたありがとうございます。ここにいる方もし反対なのであれば、ぜひですね議会、事務局長に月曜日必ず皆さん電話をしてください。これは楠沢さんという豊島区議会の議員さんがツイッターで訴えております。で今日私がここに来たのは実は高校生の息子がお母さん必ず行ってきてっていうふうに言われたんですけど、もうこの問題だけじゃなくてですね、大人がいろんな問題をないがしろにして知らん顔をして、どん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 大きな問題が子どもたちにつけを回ってきてます。でうちの子は去年 の愛知で起きた、ちょっと話ずれますけど、愛知のトリエンナーレ のリコーンのことで目覚めまして、非常に日本がこんなことになってしまって悲しいということで、いろんな行動をしております。でさっき村田先生にご相談したんですけれども、金子先生の方でもこの松下市長のリコールのサイトが上がってると思うんですけど、これですね実はうちの息子が発起人ではないんですけど、数ヶ月前にこの同じチャレンジ ORG というサイトでヘイトスピーチ相模原で行おうとしているものの反対のものが2回いきなり削除されちゃったんです。もうかなり集まってたんですけど2回削除されました。で私これ調べたら、この ORG のトップの方がめちゃくちゃリベラルな日本の女性の方で、オバマさんの選挙に応援しに行ってる方が日本のトップでございます。なのでこれはちょっといかがなもんかなと思って探して、日本人で今まで
日本人の経営で今まで一度も削除されたことのないボイスというもので、うちの子が3週間ぐらい前に早稲田の有馬教授という方が、慰安婦問題はだんだん話がずれてまいりましたので、はい、要するに、はい、電話のことは私はちょっと推奨しかねますけれども、やっぱり議会の方は大変だと思いますので、はい、それくらい市当局にはとは言ってもですね、それくらい不満があるということを市当局ですよね、はい、にはよくよく理解していただきたいと思います。市役所にかけられてますとですね、我々武蔵野市民の一般市民のことも生活も差し支えがございますので、はい、松下市長、だからあまり私から言いませんけれども、やっぱりこう政治的、その政治の方の事務所におかけになるなり何かしていただければいいなというふうに思います。あくまでも彼の政治信条の話ですから、一般市民の生活についてはですね、やっぱりここにおられる武蔵野市民の方の中にはですね、こういった問題意識を持っておられる方もいるので、そういった方の市民生活の妨げになるようなことだけは少しおやめいただきたいと思います。これは武蔵野市民として、お願いでございますので、ただそれくらい不満があるということは市当局はよくよく理解してもらいたいと思います。ということでどうぞ、完全にご要望にはお答えできませんけれども、そういうことでよろしくお願いいたします。ぜひ声を上げなくてはいけない、はい、ということを高校生の方から今日お願いされましたので、はい、でこのボイスという書もう他の方お待ちなので、はい、お願いいたします。はい、じゃあどうぞその後ろのマスク の男性の方。すいません、私もちょっとツイッターの、フォロワーの人からこういうことをしたらというご意見がいただいて、これが有効かどうかを聞きたいんですけども、住民監査請求をして、先ほどおっしゃったように、住民投票をするのに、多大な金額がかかるということなので、これがおかしいのではないかということを訴えていくのがいいのではないかというご意見をいただきまして、これは有効な手段なのか、有効な手段である場合多くの人間がやった方がいいのかを教えていただけると助かります。ありがとうございます。この辺は深田先生が専門だと思いますけども、住民監査請求をやる前の段階ですよね、今ね、もともと前の段階で、とにかくその条例ができることを阻止するわけですから、できた後にですね、冗談じゃねえやっていう、その蒸し返すときに住民監査請求というのは使えるんですから、ちょっと場面が違うのかなというふうに思います。それからついでに、マイク持ったんで言わせていただきますけど、市役所に電話すると住民に迷惑がかかるって今金子さん言いましたけど、議会事務局に電話してもあまり迷惑かかりませんから、議会はぜひね、電話や、あとね、ファックスがね、効果があるというふうに聞いておりますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。明日週明けの議会事務局は大変じゃないかと、私も陳情に参りますので、混乱になるのではないかと思いますけれども、じゃあその後ろの一番後ろの、すいません、時間ないで語らずに、サクッといきますけども、そもそも自治体に電話して市民ってどこからどこまでなんですかって、大抵外国に含まれてますよね。で、今回の条例ですとか住民投票も、そもそも外国人ありきの市民っていう考え方があるっていうのが、スタートなんだと思うんですよ。で、これをまずはっきりさせる方法と、外国人を含まないように改定する方法っていうのは何かあるかというのをちょっと私は思うんですけど、いかがでしょうか。作る会のですね、新しい歴史教科書を作る会の藤岡信勝先生がですね、よくおっしゃってるんですけど、日本にはですね、諸外国に対してアジアに対して謝りたくてしょうがない人たちっているんですよ。もうどうしようもなく謝りたいんだよ。そういう人っているんですよ、大勢。
それと同じようにアジアの人たちに選挙権を与えたいという日本与えたくて与えたくてたまらない日本人って大勢いるんですよね。本当に私ね、ここの10年活動してきてね、つくづく思いました。なんでそんなに外国人に選挙権を与えたいの、ね、やっぱり、ね、いろんなこう食材意識とかね、人類みんな兄弟とかですね、まあ、非常にその麗しいんですけど、これどうしようもないんですよ。この彼らのその気持ち、謝りたくて謝りたくてしょうがない、外国人に選挙権を与えたくて与えたくてもらっていただきたくてしょうがない日本人が多すぎる。でね、先ほど今そういう条例があったらそれひっくり返してどうしたらいいんだって話がありましたけど、条例ってね、一回できるとまずね 99% ひっくり返らないんですよ。まずひっくり返らないんです。これ作った時に賛成した議員がいるでしょ、生き残ってるんですよ。その時の首長もいるでしょ。できないんです、実質は。石垣市ではもう大変な大騒ぎして今回ひっくり返したんですけど、結局通常の市会議員選挙で私たちの味方を何人増やすか、それしかないんです、方法は。もう議員さん動かさなかったらね、始まらないんですよ。僕はそれつくづく思いましたね。私がいくらね言ったってね、今日ここに例えばね、賛成派の議員が10人だとするでしょ。僕の話聞いたら10人のうち5人がですね、あ、やっぱり反対だって、ころってひっくり返ると思います？ひっくり返りませんよ。あいつの言うことは面白かったけど、でもそれはそれ、これはこれなんです。彼らにはその支持者がいるんです。だからやっぱりね、選挙って大事だな。ぜひそこを皆さんね、武蔵野市、次の選挙いつだか知らないけど、もう1年後 ?1 年半、あれか、もうぜひね、この最前列にいる方たちをね、これしかないですよ、ほんとこれしかない。よろしくお願いします。あ、最後、今その一番もう本当に最後の最後、簡単にお願いします。すいません、ちょっと最後に関西の人からの質問があるんですけれども、このような状態になってしまうまで何を市議会はやったんでしょうか。一応武蔵野市民なんですけども、あまりにも言うのが遅すぎなんじゃないでしょうか。そこをちょっと確認したいんです。先ほども言われてて、本当に今厳しい状態だっていう状態になってしまってからこの会議は来ますよね。なぜ今なのっていうのが非常に疑問に思うところです。はい、それは市会議員の先生方にお伺いしたいと思います。あともう一人、それ本社とか悪い、はい、どうぞ。その一つの理由があります。この方に。いや、武蔵野市民です。私もこういう政治集会はですね、政治家集会っていうのは初めてで、まあ、政治には非常に興味持って関心持ってるんですけれども、まあ、こういうのは初めてなんですけれども、あまりにもその新聞の記事を昨日見てですね、びっくりして、なんだこれは、それ市議会議員が何をやってんだということでね、怒りの気持ちで今日来たんですよ。それでですね、まあ、この地方、我々市民にですね、知らされたのは直近でですね、8月の15日の武蔵野市報なんです。それ、この市報にですね、ちょこっと載っているのがその外国籍ですね、が3ヶ月以上、それもちょこっとですよ。だからそういうのでね、その後バタバタバタって決まってしまったと。その間ですね、本当に何を議員の方はね、まあ、議員の方は、ここにいらっしゃる議員の方は皆さんしっかりやられてるんでしょうけれども、本当にがっかりして、それ産経新聞社にもちょっと電話してですね、もっとマスコミで取り上げてほしいと。それからあと、ここにいらっしゃるですね、長島さんの、長島議員の秘書の方、長島事務所の方にもですね、ちょっと電話して、国として、国会議員としてもですね、ちょっと動いていただきたいと。これはもう外国人の参政権の問題ですから、国全体の問題だと。それ武蔵野市がですね、特化会で、またこれがですね、なし崩しになったら大変だと。
先ほど織本議員がね、ちょっとおっしゃってましたけども、我々はそれが一番怖いです。がぜひここでですね、武蔵野市民が一致団結して、なんとか防いで、マスコミに皆さんちょっと声をかけましょうよ。なんとか騒いでもらわないと、これはなんか武蔵野市で終わっちゃってですね、うやむやになったら困るんです。大変な問題だと思います。以上です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まだまだ言いたいこと終わりの方いると思いますけど、第2弾、第3弾やってまいる所存でございます。それでですね、私自身はもう徹底抗戦のつもりでおりますので、皆さんもご協力をお願いいたします。でその一環として心情も出すと同時にですね、今まで司会には何をやっていたのかという話がございますので、公開質問状を作成して、考える会として公開質問状を作成して全市議会議員に、送りまして、その、回答をウェブサイト上を立ち上げて公開して、皆さんの有権者の皆さんの公正な審判に、委ねたいと思います。ついでに市長もね、市長にもアンケートを取ってですね、公正な審判を仰ぎたいと思います。その結果がリコールか何かは皆さんが、お決めになればですね、私も、一生懸命家の下で働かせていただきますので、そういうことでよろしくお願いいたします。本日はですね、40分も5時で出なきゃいけませんもんですから、この机も片付けてということなので、誠に名残惜しゅうございまして、まだまだ言いたいことあるかと思いますけど、私個人としてお話ししますので、ここで、この場は閉じさせていただきたいと思います。誠に今日はご参集いただきましてありがとうございました。松下市長および、与党の皆さんもですね、多分黙ってこのコンピューターの後ろで聞いてると思いますから、またですね、明日それから陳情後の議会の陳述でお目にかかりたいと思いますので、覚悟してお待ちいただければと思います。よろしくお願いいたします。